はい。もうこれ映ってんです、全世界に。もうちょっと皆さんこんばんは、井上智之です。どうも、初めて来ました鵠沼海岸。そして今日ね、そのユーストリームというのも初めてなんですけども、まあ、ラジオ番組で一回そのラジオ放送してるのをユーストリームでやってるっていうのがあったんですけど、自分のライブで、生で今、ね、見れると思えば見れるという、まあ、でも僕はねアナログ人間なんでね、初めそういうの聞いた時にそれじゃあ人がライブに来なくなっちゃうじゃねえか、なんだよそれ、そんなことやってんじゃねえよと思ったんですけども、まあ何でもとりあえずやってみようと思ってね。でこちらの草加さんって人がですね、とても勧めるものでね、やっぱり友達の付き合い大切にしようってことでね、いやいややってます。この草加さん、さっき T シャツ見たらイエス・アイ・マ・アナログっていう T シャツを着てましたよね。なんなんで、やってることとお前やってる、着てるものが違うじゃないかと思いながらもですね、うん、それが現代だろうという気がしますけども、鵠沼海岸、とにかく初めて来るんで、一応この、ね、草加さんが作ってくれたチラシを見ながらね、こう電車に乗ってですね、で、小田急江ノ島線で、僕は千葉県市川に住んでて、こっちの方あんまり詳しくないんですよ。でね、まあ、確かに昔こう鎌倉の方に来たとかするときに、海とかに行くときにこう江ノ電に乗った思い出とかあって、江ノ電乗りたいな、最近ずっと乗ってないですよ、10年以上乗ってない、江ノ電乗りたいな乗りたいなと思ってて、江ノ島線やった、江ノ電に乗れるって思ってですね、もう思いっきり江ノ電に乗り換えて、うん、で電車に駆け込んでですね、でもう閉まる1分ぐらい前に駆け込んでね、あと1分後発車します、うんってことをなんとなく見てたらね、鵠沼しかないんでね、で鵠沼海岸ってなくて、あれと思ってね、なんか嫌な予感が走ってきてね、でこう見たんだけど、小田急江ノ島線、江ノ電、江ノまであったら同じだろうと思いながらも、いや違うって一回降りて、で駅員に聞いたら違いますって感じだったね。でそっからね、遠いんだよね、あの藤沢からさ江ノ電もう一回バックしてさ、すごい疲れてね、すごい嫌な思いをしましたけどね。もう名前変えなさい、小田急江ノ島線、ユーストリームで思いっきり言ってますね、変えなさい、世界中に俺は言いたい、もう全然違う名前にして、うん、もうこっちの千葉の人が江ノまで行ったら全部江ノ電なんだよ。ということで、より喋ってますが、じゃあワンステージ目は吉田拓郎さんの曲をやります。よろしくお願いします。私は今日まで生きてみました。時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと、私は今日まで生きてみました。時には誰かを嘲笑って、時には誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと、私は今日まで生きてみました。時には誰かに裏切られて、時には誰かと手を取り合って、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと、私には私の生き方がある、それはおそらく自分と
いうものを知るところから始まるものでしょう。けれどそれにしたってどこでどう変わってしまうか、そうです、わからないまま生きていく明日からのそんな私です。私は今日まで生きてみました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 。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。 Thank you。 歌ったら譜面を投げるっていうね、儀式があるね。これが吉田拓郎っぽいんですよ。投げないと拓郎ファンに怒られるんですよ。なんで投げねえんだお前っていうね、変な人わけですけど、まあそうね、そうなんだとね、しみじみと感心されてもあるんですけどね。今日はあれですよ、全世界にね本当映るんで、皆さん映りたい人いたらもう関係なくこの歩いちゃってもいいんですよ、うん、どけーとこれが言いながらね。あとなんか犯罪を犯して映りたくない人います？今のうちに僕は振らないようにしておきますから大丈夫ですか？犯罪を犯してないですから、とにかくね、今日はそういう企画になってますんで、まあ、自分もこの、吉田拓郎の、ね、歌にあたってですね、4年ぐらい前からこうやりだしたんですけども、お客さん来ましたけど、やっぱりですね、拓郎さん好きな人って今で言うと大体55ぐらいの人が一番多いんですよ。そういう人たちはね、時がね昭和で止まってますもう平成になったことをね、もう認識してない人ばっかりなんですよ。そういう人ばっかりが僕呼ぶんで、ユーストリームもクソもなくてですね、もういつも行くとですね、古い話ばっかされるわけなんですけども、今日はちょっとね、そういうフォークなんだけど、いらっしゃいませ、前世界に映ってるんでね、ちょっと勝手に通り過ぎないようにしてほしいな気を使ってくださいね。はい、そういうことなので、ではね、僕は今今月になっちゃった、44歳になるんですけども、昭和42年生まれなんだけど吉田拓郎好きになってしまいました。そのきっかけがちょうど1979年から1980年に移る時のですね、オールナイトニッポンっていうね深夜放送があるんですけども、その中で、その時の DJ の人がね、ディスクジョッキーですよ、 DJ の人がですね、70年代っていうのは吉田拓郎で始まって、吉田拓郎が終わらせたような時代でしたねみたいなことを言って、今から歌う曲が流れたんですよね。その時に僕は電撃が走るようなショックを、中学校1年生だったかな、受けまして、五大子と違うみたいなね、なんか違う、なんだこの勝手な人みたいな、そういうところから始まった、僕の吉田拓郎人生なんですけども、じゃあそのきっかけになった、79年武道館でのバージョン、落葉です。絞ったばかりの夕日の赤が水平線から漏れている。苫小牧発仙台行きフェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ。おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ、土産にもらったわサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく。女や酒よりサイコロ好きで、すってんてんのあのじいさん、あんたこそが正直者さ、この国と来たら欠けるものなどないさ、だからこうして漂うだけ土産にもらったわサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻る旅
たびに日が沈んでゆく。サイコロ転がし有金なくし、風天暮らしのあのじいさん、どこかで会おう、生きていてくれ。ろくでなしの男たち、身を持ち崩しちまった。男の話を聞かせてよ。サイコロ転がして土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく。戻るたびに日が沈んでゆく。Thank you。 どんどん拓郎って叫んでくださいね。あ、吉田拓郎が見てる可能性もあるんだよこれね。拓郎さん怒らせたいんですよね。なんだあいつ、いい加減しろ、俺に金を一銭も払ってねえぞあいつはっていうね。ここ3年ぐらい拓郎さんは全く活動してないんで、ほとんどね、僕の方があの人よりあの人の歌を歌ってます、ね、感謝しろって言いたいよ、ね、いや偉そうなこと言っちゃったです。全世界に感謝しろって言いたい拓郎さん言っちゃったなあ。これ怒られるわ。最近聞いたんですけどね、あの井上陽水さんのね、僕みたいなこう真似する人にね、井上陽水っていう人がいるらしいです。ちっちゃなつがつくんだ、陽水、うん、でこの人はね、なんとね、陽水公認らしいですよ、うん、なんかこう噂を聞いてて、井上陽水さんのね耳にも入って、すごい上手い人がいるっていうことで、でそれで、まあ、コンサートもしょっちゅう行ってたらしいんですけど、陽水さんはね、あの元気に活動してますからね。そしたらある日ね、陽水さんの方からね、その陽水から陽水に、楽屋においでって言っちゃうんだ。なんかおいでよって言ったらしくて、でコンサート終わった後に、ね、楽屋訪ねて、そしたら陽水さんが楽屋で、君かとかで公認しますみたいな感じでね、公認されちゃったんですよ。陽水さんはね、僕は全く公認されてなくやってますけどね、日本中行ってますけど、ね、まあ拓郎さんは公認するタイプの人ではないと思いますけど、まあ、これを見てよかったらお願いします急に停止になって、あ、そうだ、サンセットライダーズは購入されてるんですね。小田さん購入されてるんですよね。あれ、されてないんだっけ。今日ね、イーグルスのね、カバーバンドのサンセットライダーズの方が来てるんですけども、あっちも、購入されてないみたいなので、よし、よかった、購入されない仲間頑張ろうということで、ね、それでは、まあ、その拓郎さんの好きになってギターを始めたかったわけなんですけどもね、僕の親父っていうのはすごい厳しい人で、昭和9年一桁のね最後の年だったんですけどもね、ギターを買ってくれなかった、中学校の僕にですね、もう結構あの頃はそういう時代じゃないんで、周りはみんなギターを持ち出してるんですけど、うちの親父は古臭い考え方でね、ギターを持つと不良になるっていうね、懐かしい言葉をね言う人だったんですよ。ギターを言うたらお前不良の中身入りだお前はとか言ってね、勉強したこと頭バカになるぞとか言ってね、まあ、ドリフターズも禁止だったんです、うちはね、そういう厳しい家庭だったので、ギターを買えなくて3年間僕は吉田拓郎をねフリーハンドで家で歌う寂しさね、フリーハンドじゃいくらなんでも文化祭にも出れないんでね、すごい悔しかったんですけども、それで歌だけは鍛えたんですよね。でようやく高校に入って、ギターを、ね、自分の手に持つことができて、初めにこうアルペジオってい こう指で弾くのがあるんですけども、やっぱりアルペジオはこれだろうっつってね、やりました、元気ですバージョンで旅の宿。浴衣の君はすすきのかんざし、熱燗とっくりの首つまんで、もう一杯かがなんて妙に色っぽいね。僕は僕であぐらをかいて、君の頬と耳は真っ赤っ赤。アフリューだなんて一つ俳句でも
ひねって部屋の明かりをすっかり消して風呂上がりの髪いい香り上弦の月だったっけ久しぶりだね月見るなんて僕はすっかり酔っちまって君の膝枕にうっとりもう飲みすぎちまって君を抱く気にもなれないみたい Thank you. ありがとう。旅の宿でした。これはあの岡本治美さんという人が作詞なんですけども、この間テレビ番組でやってましたけどね、もともと舞台になったのが、青森県蔦温泉とか言ったね、そこに、岡本治美さんが、新婚旅行かなって行った時に、彼女がすすきをふざけてこういう首に刺してそれで粋だねと思って作った、ね、詩らしいんですけどもね、まあ、吉田拓郎さんはねその岡本治美さんという人との出会いがなかったら今の拓郎さんはなかったんじゃないかと僕は思うんですけどね。結構知らない人が多いんですけど何でもかんでも拓郎さんがね、詩を書いてると思ったらねこれ大間違いでね、なんか本当に配信されてると思うとなんかだんだん怖くなってきてますから怒られるのまたな、まあ、いや今日は今晩のテーマはもう拓郎さんに怒られるために歌うというね、その岡本治美さんがさっきの落葉もそうなんですけどもね作詞してて、であの岡本治美さんはもともと放送作家だったんですよね。拓郎さんがラジオのねでラジオに出るうちに仲良しになって治美ちゃん作詞もできるだろうってことでいや僕はあのラジオの台本しか書いたことないからできるできるって言ってるうちにそういう世界に入っちゃったみたいなんですけどもそのきっかけになった曲があります。まあ、フォークといったら日常ですよね。なんてことない日常あそうなんだって描くという、まあ、これはスリーフィンガーという奏法なんですけどもね、今度アルペジオの時はスリーフィンガーねこれをやるわけです。これ授業中にねこうタンタカシカタカをねこう一生懸命ね全然授業聞かないでねこの方で練習してるんですよ。そうするとねクラスのね他のやつがねまたね横下でねこう練習してるやつがいるんですよ。あの野郎も始めたなスリーフィンガーとか言ってね高校1年生の時にねライバル意識を燃やしたりなんかしてねお前スリーフィンガー始めただろうとか言ってねそういう時代がありましたけどね、じゃこれちょっと変則で難しいんですけどね。じゃあ岡本治美さん拓郎コンビの第1曲目花嫁なる君に指が触れたらポツンと落ちてしまった椿の花みたいにおそらく観念したんだね。君はいつものように電話に僕を呼び出し僕を笑わせた後でその宣言をしたのだった。お料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ。そちらから電話を切ったから君はもっと他のことも言おうとしてたんだろう。受話器を置いたら終わってから初めて気づく運命みたいに僕にも悲しみが湧いてきた。君はこれから僕に気軽に電話をしなくなり僕の退屈さを救ってくれる君はいなくなったのだ。
お料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ。突然とても確かになったのは、取り残されたのは僕だったということなんだ。Thank you.今日はやっぱり拓郎ファンというのはいる、拓郎さん、拓郎ファンだと言える人、なんとなくなんとなくなんですね。拓郎さんはね、やっぱりこう、なんていうんですかね、やっぱみんなの追い求めるのは70年代の頃の、こういう髪型のね、そしてこうベルボトムっていう、知ってます？太いズボンね。今日もちゃんと僕は清掃してきます。フォークの清掃をねしてきてますけどね、高円寺中井ジーンズショップで買いました、ベルボトムね。そういう感じを求めるみたいなんですけども、拓郎さんがある時期から髪の毛をスパッと切ってですね、まるで小倉慶のようになってしまった時代が、まあね、ちょっとそれからがね僕は寂しいんですけども、でもまあファンというのは、今の拓郎さんもいいんだけど、もうやっぱり70年代のあの頃が一番青春だったもんだからね、あの頃の拓郎やれる人はいないかっていうことで僕はよく呼ばれてですね、拓郎より拓郎らしいなんて言われてです、2年前なんかね、土佐の四万十まで呼ばれて行ったりとかね、大変でした。徳島をやったりとかですね、この間も長野県上田というところにね行ってきましたけども、まあだけど大体ね、そういう初めてのところ行くとみんながじーっと見るんですよ、僕の顔をね。でどのぐらい拓郎に似てるかって気になるわけですよ。じーっと見て、橋田則彦だなって感じのどっちかっていうと橋田だなっていうね、でしょっていう感じでね、ちょっとみんなを安心させて、まあどちらかというと本当にね、あのあれですよ、あの平面な、今日はそうだ、今日ね、あの偶然にね、はとこというかね、いとこも来てるんですけどもね、もう僕らの血筋はみんなね、顔が平面だよね。似てるからさ、後でじっと見て、みんな顔が平面なんだよ。うん、もうフォーク顔、うん、ないね。そう、うん、そうできないんだよ。もう眼鏡全部ずり落ちてきちゃうんだよね。うん、まあね、イルカとかね、イルカとか見て他人に思えないもん、あの人絶対血筋がね深いところで繋がってる気がするんだよ。それでは、そんな僕がもう一人似てると言われる人でね、釜安宏さんという人がねちょっと、あるんですけども、じゃあ釜安さんをお招きしてですね、拓郎さんと釜安さんのデュエットナンバー新視野をやりたいと思います。懐かしい人や街を訪ねて、汽車を降りてみても、目に映るものは時の流れだけ、心が砕けてゆく。帰ってゆく場所もないのなら、雪ずりの触れ合いで慰め合うのもいいさ。Sincere、 そんな時 Sincere、 君の声が戻っておいでよと歌ってる。君の部屋のカーテンやカーペットは色あせてはいないかい。人混みに紛れて肩をすぼめて、自分を忘れた時、過ぎ去ったものが
崩れ落ちる長い旅が終わる夜空は街に落ち人々が笑いながら通り過ぎるあの人同じところシンシアふうふうそんな時シンシアふうふう君の声が戻っておいでよと歌ってる君の部屋に僕一人いてもいいかい朝を待つのが怖いからシンシアふうふう帰る場所もシンシアふうふうないのならシンシアふうふう君の腕でシンシア眠りたい浜田剛でした。ありがとう。ありがとうございます。本名井上智也です。僕今月誕生日を迎えるんですけどね、2月16日、44歳になります。その笑いは何ですか。ねってです。どういう笑いなんですか。あ、そういう意味ね。ね、若いってことですね。不安に落ちるじゃないですか。微妙な年なんですからね。こうね、で何か欲しいって言ってるんじゃないんですけどね、すでに素晴らしいお客様ですね、僕のためにこうね、チョコレートと、そしてあと、僕お酒好きなんでね、ビールを、ね、買ってくれた人もいるしですね、僕のいとこの、ね、方もちょっとプレゼントね、今からでもね、遅くないんでね、すぐステージ前の間に行ってもいいですよ、どっかね、お店があるみたいなんで。まあ44歳ですけどね、あ、2月16日、ちなみに同じ誕生日の人がですね、まあ有名なところで言うとね、キム・ジョンウィルね、危険なこと言ってんな、俺な、キム・ジョンウィルね、まあ高倉健、あとね、あ、でもかっこいいところで言うと、小田切ジョーっていうのを見るね、みんなちょっとなんか一癖も二癖もあるようなね、あとジョン・マッケンローね、テニスの、あれもなんかすぐ喧嘩したやつね、あのバカ野郎という、まあそういう感じでね、44歳迎えとしてますけど。僕は千葉県今市川にいますけど、もともと生まれは千葉県船橋市出身で、だから東京というのは、まあ、こっちの人もそうだと思うんですけどね、別に特にこう遠くなくて、子供の頃からね、やっぱ行ったりしてるんで、多くのフォークミュージシャンが結構田舎が多いですよね、田舎から来て、都会に憧れて東京に来て勝負を挑んで、そんな歌が、ね、いっぱいあったりとか、例えば心の旅とか、ああだから今夜だけはもう東京が遠かった時代なんですよね、なのに僕は、全然東京が遠くないんで全然なんか感動がないんです、でこれから歌う高円寺っていう歌があるんですけども、これはもう田舎の人にとってはたまんなかったみたいでね、地方の人タクロファンに聞くとね、みんな行ったらしいですよね、高円寺に意味もなくね、でも僕は高円寺はよく中央線乗って行ってたんであれだったんですけども、ただやっぱりこうだんだんね、こう思春期を終えて親と反、ね、対決してくるようになると、まあ、思春期からですけど親と対決してくるようになると一人暮らししたい、ただやっぱり中央線だろうって言ってね、中野あたりに住んだりしましたけども、じゃあ、ちょっと一番拓郎さんの中で売れた元気ですから高円寺リンゴというのを、メドレーでお送りしたいと思います。君を好きだなんて言ったりすると笑われそうな気がして、とても口に出すのが怖かったけれど、気がついてみたら君の方が僕を好きになっていて、それで口に出さなくても良くなったんだよ、良くなったんだよ。君はどこに住んでいたのですか、
高円寺じゃないよね。だって毎日電車に乗っても違う女の子に、違う女の子に目移りばかり。それで電車に乗るたびに、いつもいろんな女の子に振られていたんだものね。君のことを好きだなんて言わないでよかったよ。電車は今日も、電車は今日も走ってるものね。リンゴ君が二つに切る、僕の方が少し大きく切ってある。そして二人で仲良くかじる。こんなことはなかった。少し前までは薄汚れた喫茶店のバネの壊れた椅子で、長い話に相槌打って、そしていつも右と左に分かれて。このリンゴは昨日二人で買ったもの、僕の方がお金を出してお釣りは君がもらって。こんなことはなかった。少し前まではコーヒーカップはいつだって二つ運ばれてきて、向こうとこちらにウェイトレスはさりげなくカップを分けて。リンゴの皮を君が剥く、僕の方がうまく剥けるのを君はよく知ってるけど。リンゴを強くかじる、甘い汁が唇を濡らす。左の方を君はふくんと膨らませて、欲張って頬張るとほらほら離せなくなっちまうだろう。
Thank you。 リンゴ、高円寺からリンゴでした。この体力を維持するためにですね、僕は正月ですね、江ノ島から、サザンビーチまでね、この鵠沼海岸の通り過ぎでね、海岸線を走ってました。1月2日にですね、その横ではですね、箱根駅伝が開催されてるんですけどね、ふざけんじゃねえぞお前らと思いながらね、走ってました。まあでも本当にですね、この拓郎さんの歌ったりすることが4年ぐらいから始めたおかげで、いろんな人とこうつながりができて、だけど僕が始めた拓郎さんを弾いた時っていうのは全然周りにもう80年代に入っていたんで、誰も同調者がいなくて、フォークという言葉が消えていく時代だったんですよね。もうニューミュージックにとって変わってありましたしね、あと YMO とか出てきた時代で、僕は YMO も好きだったんですけども、どっちかっていうと吉田拓郎の方が突き進んでいくにはいいのかなと思ってやってたんですけどね、誰もいないから簡単に突き進めるんですけど、もう誰、友達もいないっていう寂しい、もう全然一緒に分かってくる人がいない、コンサートも一人で行くっていうね、武道館を一人で行く、そうするとお兄ちゃんたちがねこう言ってね、あ、僕は何、タコロ好きなの、はいとか言って、こっち呼んで、はい、麦茶あげてとかね、そういう感じでね、お兄ちゃんお姉ちゃんのお世話になった人たちも、もう今おじいちゃん おばちゃんになっちゃいましたけどね、すっかりね、まあそういう感じだったんですけども、今になってやはりやってきてよかったなと感じがあります。でタコロさんの周りの猫というバンドの人たちはね、いろんな小室仁さんだとかいろんな人たちと出会ったりもしました。まあ、その中で自分もオリジナルを去年出して、2部はオリジナルをやらせていただきますけども、やっぱりフォークという時代のあの辺のつわものの人たちはみんなすごい、それぞれの言葉を持ってて、それぞれの武器を持っててですね、なんていうんですか、水戸黄門の印籠みたいな、それぞれが印籠を持ってるんですよ。この人たちはこの印籠、この人はこの必殺技、まあ、ウルトラマンでいうとスペシウム光線みたいなのがね、みんなあってね、その中で、こう自分お互いの言葉やメロディーとかいろんなものを競い合ってる人たちなんですけども、とても刺激になって、いいんだ俺は現代に生きるフォークやろうとして俺やっていくんだと思ってね、2部は拓郎に影響を受けた僕がじゃあ現代にどういうふうにそれを、転換していって、オリジナルにしていってるのかということを楽しんでいただきたいなと思います。じゃあ、一部最後はですね、この曲を聴いた時は全然何が祭りの後なのか全然分かりませんでしたけども、だんだん調べていくうちに、あ、これは多分、安保闘争があったんじゃないかなと思って、あの頃の今若者たちは草食系とか言われてね、全然運動とかそういうね社会と戦おうとしませんけども、これは別に若者が悪いと思わないんですけども、ただこういう時代があったっていうことはやっぱり日本のある意味、すごい一つの歴史だと思いますし、今もう何かしらやらないと、舐められてしまうと思います。国の方はね、今の若者がチャチチャチ何でも法律通しちゃえってなってるんで、それはいかんだろうと僕は思いますけどもね。じゃあそんな時代の後のですね、じゃあ一部最後で祭りの後、祭りの後の寂しさが嫌でもやってくるのなら、祭りの後の寂しさは例えば女で紛らわしい、もう帰ろう、もう帰ってしまおう、寝静まった街を抜けて、人を恨むも恥ずかしく、人を褒めるも恥ずかしく、何のために憎むのか、何の恨みで憎むのか、もう眠ろう、もう眠ってしまおう、伏町月の出る
までは日々を慰安が吹き荒れて帰って行ける場所がない、日々を慰安が吹き抜けて死んでしまうに早すぎる、もう笑おう、もう笑ってしまおう、昨日の夢は冗談だったんだと。祭りの後の寂しさは死んだ男にくれてやろう、祭りの後の寂しさは死んだ女にくれてやろう、もう恨むまい、もう恨むのはよそう、今宵の酒に酔いしれて、もう恨むまい、もう恨むのはよそう、今宵の酒に酔いれて。一部終了です。